はい、どうも、石原でございます。衝撃の30連発ということで、iPhone 15 Pro から iPhone 16 Pro、進化を30連発にまとめたというリーク情報が上がってきましたので、皆さんにご紹介していきたいと思います。まあ、30以上あるとは思うんですけども、今回の、海外サイトの、これは、マックルーマーズが、報じた内容を参照しながら皆さんに30連発ご紹介していきたいと思いますので、iPhone 15 Pro から iPhone 16 Pro ってどう変わるのか、どう変わっていくのかの進化の、まあ、目安として参考にしていただければと思います。まずは iPhone 16 Pro と iPhone 15 Pro の比較をもうドーンとね、連続でお伝えしていきたいと思います。はい。まずね、15 Pro 6.1 インチ、6.7 インチでしたけども、16 Pro では 6.3 インチと 6.9 インチになると。そして、ディスプレイの周囲の境界線が細くなるってことなんですけども、はい。このベゼル部分が16 Pro は細くなりそうだと。そして、より明るいマクロレンズ技術を備えた OLED ディスプレイ。まあ、ディスプレイ自体は OLED と変わらないんだけれども、より明るいマクロレンズ技術を備えたということで進化のポイントになっているようでございます。はい。で、チップが15 Pro は A17 Pro でしたけども、16 Pro では A18 Pro ということになりました。で、16コアのニューラルエンジンだったものが新しい AI 機能をサポートするために大幅に多くのコアを備えた強化されたニューラルエンジンと。で、15 Pro が、ヒートシンクとかバッテリーケースによる熱設計だったんだけども、16 Pro ではグラフェンヒートシンクという。金属バッテリーケースを備えた新しい熱設計という。で、X70 5G モデムだったのが、16 Pro では X75 の 5G モデムになると。で、Wi-Fi 6E だったものが Wi-Fi 7。で、カメラ部分なんですけども、新しいキャプチャボタン。プロ、15 Pro ってここにね、アクションボタン出ましたけど、これはカメラ以外の機能、ショートカットとか、ライトとか、いろんな機能をここに、いろんな機能ってそこまでいろんな機能はないか。いろんな機能はないんだけど、ここに翻訳とかね、アイソレーターとかも入れられるんだけど、この部分にね、か、まあ、こっちかに、あ、その、キャプチャボタンっていう、もう写真とか動画に特化したボタンが搭載されると。で、インチが、カメラセンサーが変わって、16 Pro Max が、メインカメラセンサーが 12% 大型化されると。で、これまた16 Pro Max なんですけども、パフォーマンスを向上させるスクスタックド設計。つまり、ソニーのメインカメラセンサーが、まあ、アップグレードされると。で、7P メインカメラレンズだったのが 8P になるってことで、これは大型センサーとか、もうテトラプリズムっていうのがね、15 Pro Max、これ Pro Max ですけども、ここに搭載されたんですけども、それがよりさらに進化して、オートフォーカスの 3D センサーのシフトモジュールなんかを備えた望遠カメラがよりね、16 Pro Max かなでは向上すると。いや、これもうプロかもしれない。うん。プロかプロマックス、どっちの望遠も強化されるっぽいね。うん。で、焦点距離が、15 Pro は77ミリだったのが、120までプロなって、プロマックスで言うと300ミリという、超望遠カメラ。だから望遠機能もめちゃめちゃアップグレードされそうだということです。で、ズームなんですけども、5倍ズームの光学。これが16 Pro に来そうだということなんで、で、望遠カメラレンズが 5P の、カメラレンズになりました。で、48メガピクセルの超広角カメラ。超広角カメラってなかなか皆さんね、使わないと思うんですけど、あ、使うと思うんですけども、超広角って言ったらこういう感じですね。こんな感じで撮影できると思うんですけども、これが、まあ、いわゆる、超広角は1200万画素だ、なんですよ。今現在。現在はね。なんだけど、16 Pro、16 Pro Max はこの超広角カメラも4800万画素になるということでございますよ。カメラ、この超広角って結構使ったりするでしょ、皆さん。ね。結構友達とヘイとか写真撮るときに、こうね、全体をこう映、わ、ちょっと、めちゃめちゃ散らかってる部屋が映ってしまってるけれども。ちょっと隠しとかないといけない。この辺かな。あ、ちょっと隠せないやん。超広角、広角で。隠せない感じで、ちょっと片付けます。はい。な感じで、超広角カメラも4800万画素。最高でしょ、これは。はい。
で、超広角カメラレンズの、その枚数、レンズの枚数も6枚になると。6P になると。で、15 Pro、16 Pro ではバッテリーの方もね、全然技術も進化するということで、16 Pro はエネルギー密度の向上と寿命の延長を実現するスタック型バッテリー技術。いや、これはだからバッテリーが、その500回を繰り返すとリチウムイオンね、バッテリー、14 Pro まで、14シリーズまでそうでした。でも15からは1000回まで。2倍バッテリー容量が減りにくいということでアップル公式で言われているんですけど、さらに16 Pro ではバッテリーの効率がさらに良くなりそうだという、うん、感じです。で、前々回かな、バッテリー容量の数字も明らかになりましたよってことで紹介しました。まあ、残念なことに iPhone 16 Plus はどうやらバッテリー容量が減りそうだと、減りそうだということなんですけども、漏れなく16 Pro は、これはバッテリー、16 Pro も16 Pro Max も、まあ、容量は上がってくると。まあ、3355mAh が16 Pro で、4676mAh が16 Pro Max だということで、上がってくるということですね。はい。で、充電ね。27W の有線充電対応でしたね。15 Pro Max。うん。なんとね、16 Pro では 40W 最大。最大40はもうパソコンや。もう。パソコンになってきてますやん。パソコンですよ、もう。本当に。このね、ユーグリーンの、これ 65W。これね、プロモーションで、提供していただいたんですけども、65W がここまでコンパクトになる。これプロモーションじゃないですよ。この動画はプロモーションじゃないです。このね、65W でこのコンパクトさで、ね、このユーグリーンから出てるんですけども、すでに3月に。これ3つポートがあるんですよ、3つポート。うん、でこの3つポートがあるんですけど、全部で 65W ですよ。でもね、40W になってしまったら、もう iPhone 挿しただけで、ね、65W もう3分の2ぐらい、もう使ってしまうという状況になってしまいます。65W あれば3台の iPhone をまあ 20W で充電できたんだけど、もう 40W になってくるとね、2台分でございますからね。すさまじいことになってます。で、加えて朗報でございますけど、マグセーフ経由、ね、ここみんな使ってるでしょ。これケースコーンの僕ね、これ、マジックスタンドケースです。これ、今年ね、僕ね、ケースコーさんの、スポンサーいただいておりまして、はい。漏れなく、もうね、いつもお世話になっておりますという感じです。まあ、もちろん、他のケースレビューもたくさんやっていきますし、まあ、今僕が使っているのはこのケースコーさんのマジックスタンドなんですけども、マグセーフ経由でこれ、充電できるんですね。こう、スタンド形式にはなってますけど、こう閉じることによってフラットになって、ここにね、マグセーフをこう、はめ込んで、マグセーフこうね、はい。こうしても充電できるんですよ。うん。で、今回じゃない、16 Pro では、このマグセーフ経由での充電が 20W に。iOS18 に関しても、まあ、15 Pro と16 Pro では若干違って、デバイス限定の、なんか AI 機能。これは16 Pro のそのハードウェア、まあ、搭載されるハードウェアによって、まあ、iOS18 は同じソフトウェアなんだけども、16 Pro だけ若干違う、なんかいい AI 機能をサポートしているんだということです。で、AI 機能をサポートするように設計されたマイクも、つまり僕たちが発する声をもっと精密に読み取らなければならないので、AI を使う。まあ、AI チャットじゃないですけど、まあ、AI ボイスとして、AI に、Hey Siri、何々してよっていうのをしっかり正確に聞き取らなければならないので、マイクもアップグレードされると。で、まあ毎年言われてますけど、ストレージについても 1TB が15 Pro なんですけど、16 Pro では 2TB 来るんじゃないかと。うん。で、あと、カラバリも若干変わってきて、まあ前々回かな、皆さんにご紹介した、ローズゴールドももしかしたら16 Pro に、まあカラバリとして選択肢が出てくるかもしれないという情報です。この辺が、チタンなんですけど、なんかまあ、マットな感じだけども、16 Pro では光沢のある、なんかチタンフレームになるんじゃないかと。うん、で、サイズの方がもうボンボンボンとこんな感じで、変わるということで、若干、
先ほど冒頭でディスプレイサイズ 6.1インチディスプレイが 6.3 インチに 6.7 インチディスプレイが 6.9 インチになると言った通り、ディスプレイのサイズアップがちょっと、噂されているので、もれなく本体もこんな感じで大きめになると。で、重量の方も約ね 5g 強ぐらい、ちょっと 5g ぐらいは増えそうだということでございます。で、改めて発売日の予測としては、今年の9月に新しい iPhone、フラッグシップモデルは毎年9月っていう定例なんで、9月、10月という定例なんで、まあ、9月に発売されるかと思います。はい、ということで iPhone 15 Pro から16 Pro の衝撃の30連発の進化のポイントをザザザザザと皆さんにね、ご紹介させていただきました。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。